はい、それでは PC とつなぎましたので電源を入れてみます。はい、はい、起動しましたね。起動したと同時にですね、デスクトップにプレソラのここのディスクがドライブが外部ドライブとして認識するようになります。で、あらかじめ落としておいたこの 1.1.43 の、ファームウェアのファイルをですね、今ドラッグしてあげます。一旦これプレソラを、接続を外してですね、はい、でこの段階で電源を抜いて、はい、USB ももういらないですね。はい、じゃあケーブル差し込んで見てみましょう。アップデーティングになりましたね。はい、でこれで 1.1.43 へのアップデートが完了すると。でこれによって何ができるようになったかというと、チューナーですね、ユニチューンと同じ機能のものが今回使えるようになりました。こういった形でデジタルの、エフェクターですので、ファームウェアを当てることによっていろんな機能が追加されていきます。例えばルーパーだったりとか、並び順を変えるとか、細かいスペックのアップデートが行われていくようなことを聞いています。はい、でアップデートが完了しました。はい、これまず届きました。全体的なエディットの仕方いきましょうかね。まず大きく分けてプレイ、エディット、2つのモードがあります。このスイッチはもう、フリップ式、になってますね。2ウェイです。で演奏するときはプレイモード、何かセッティングを変更したいときに関してはエディットにしてもらえます。でこの左上のエフェクトのところですね、これらのスイッチを押せるようになってます。真ん中3つは特に押せないですね。あと右上のこのスイッチ、トーンプリントスイッチも押せるようになってます。はい、でエディットモードに入ります。で、基本的な使い方としては、1,2,3,4,5 それぞれ、割り振りたいエフェクトのペダルに対しての設定をするのが、できますので、変更したいスロットの1番のエフェクターの設定を変更したいときには1番、3番のエフェクトを変えたいときには3番をまず押していただくとボードが切り替わります。でこれだと今トレモロ、4番だとディレイ、5番だとリバーブというふうに今設定されているものが出てきますので、変えたいものを変更してもらった状態でこの左上のノブを回していくと、今コーラスだったものを別のものに切り替えたりとか、別のエフェクトをこう置いていくことができるようになります。なので、まず好きな番号を選んで、置きたいエフェクトを選んでもらいます。でそれぞれ今、コーラス選びましたけれども、それだとデプススピード、エフェクトレベルみたいな感じで割り振られていますので、それぞれの数値をここで変えていくっていうのは、基本的にコンパクトエフェクターと変わらないと思います。で、TC エレクトロニックにはトーンプリントというものがありまして、デジタルでもいろんなプリセットを、読み込むことができるというものになります。で、このコーラス、例えば、ディレイでも何でもいいんですけれども、一つ選びます。で、選んだものに関して、スタート地点のテンプレート、プリセットですね、っていうものがここに入ってますので、まずここのツイークをするのもいいですけれども、好きなエフェクト読み込んでもらったら、まずはここの右上のノブから、どんな音が入っているかなというもの、プリセットで入っているものを選んでいただいて、決定ボタンを押すと、それぞれ変わっていきますので、使っていきたいもの、これまず入っているものいくつかこう試しながらやっていくのが早いかなと思います。で自分の好きな近い音色あったら、それを選んだところから細かいセッティングをしていくっていうのが早いかなと思います。で TC には、トーンプリントというものがありますので、いろんなアーティストだったりとか TC エレクトロニックが作ったプリセット、こちら無料で入手することができますので、 PC、Mac、あとは、トーンプリントアプリ、あとは自分で作ったものなんかもね、保存できたりするので、それを、一つのこのエフェクトの種類によって、一つのエフェクトに対して75個ずつ、すごいですよね、75個のプリセット、自分で入れていくことができますので、
ったものを保存して、ワンタッチで呼び出して必要になったら使ったりっていうことができるようになったりとか、また無料でどんどん、TC エレクトロニックのこのトーンプリントの種類も増えていきますので、アップデートされたものを新しく入れてとかっていうので簡単に使えますので、エフェクトを選ぶ、基準のプリセットを選ぶ、細かいものは設定するという感じになります。で、セッティングが終わったらこのエディットプレイのところをプレイモードにしてもらえれば、変更したものが反映されるような形になります。で、あとはですね、覚えておきたいものとしてはこのエフェクトの順番の切り替え 1,2,3,4,5 シグナルが入ってきたもの左から右へ順番に流れていくんですけれども、これとこれを入れ替えたい時っていうのがあると思うんですが、そういった時はですねエディットモードまでいかなくても単純にこの2つの入れ替えたいものスイッチ同士を踏んでもらうと、ワンタッチでこう場所が切り替わっていくような仕様になってます。ちょっと順番変えたいなとか、実際エフェクトボードにエフェクトを積んでしまうとコンパクトエフェクターだとマジックテープから剥がして線を全部つなぎ直してで、やった挙句に音が気に入らなかったからまた戻してみたいなところがありますけれども、プレソーラの場合は瞬間でですねこうやってポジションを入れ替えることができますので、どん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 自分の好きなものを試していくことができると思います。でエフェクトの設定の仕方ができたら次はボードの切り替え方法ですね。ボードに関しては127個のボードを切り替えながら使うことができますので、ここのボードスイッチこれはセンターに戻るようなものになってますね。でここで番号を選んでいっていただくような形もあるんですけれども、例えばライブ中とかっていうのはあんまりしゃがんでやりたくないと思いますので、ここの1番2番に関しては基本的に3回タップしてもらうとこのボード切り替えモードに入れるようになります。でしばらく経つと、ボードが切り替わるので、これに関しては、デメリットというと自分の好きなタイミングでこう切り替えることができない。例えばバッキングとソロとかっていう時にこう正確なタイミングでこう切り替えたいっていうような使い方はできないので、あくまでマルチエフェクターというよりは、5個コンパクトエフェクターがあるそのボードごとこう切り替えるっていうような、認識でいた方がいいかなと思います。で1番2番3回押してもらうと、ボードの番号切り替えモードに入りますので、これも覚えておくと便利かと思います。であとはですね3回押しとなるとこれもグローバルで設定が必要になるんですけれども、チューナーモードに入れます。でチューナーモードに関してはまず、ファームウェアのアップデートをしないといけないんですけれども、このトーンプリントボタンを3秒長押ししてもらう、でチューナーモードに入るやり方と、あとは5番目、ここの、スイッチに関しては3回押しでチューナーモードに入るっていうものを、設定することができますので、これも設定しておくといいかと思います。でチューナーモードが終わったらもうどのボタンでもいいのでスイッチを押してもらうと、元に戻ります。でここのチューナー、3回押しでトリプルタップでチューナーのオンオフっていうものを、アクティベートする場合に関しては、まずグローバルの設定になりますので、エディットモード入ってもらうと、さっきはここでエフェクトの種類を選んだと思うんですが、右側に回し切ってもらうとセッティングっていうところに出てきます。でセッティングでグローバル本体全体のセッティングと、あとはボード各ボードごとの、設定をするんですが、さっきの、チューナーをここでトリプルタップでできるようにするにはグローバル入ってもらって、これですねプロダクトセッティングの中にいろいろ設定がありますけれども、フットボードのアップダウン、さっき言ったやつですね、1番2番3回押しで、ボードの切り替えモードに入りますよというものと、今お話をしている、アクティベートチューナー、フットスイッチアクティベートチューナーってありますので、これを、オフからトリプルタップフットスイッチ5番というものをやってもらうと3回押しで、もチューナーを立ち上げられるようになります。でセッティングが終わったらこれをプレイのところに戻してもらうと、基本的にそれで本体のセッティングが保存されるということになります。はい。であとはボードを切り替えられるようになりましたよってなると、自分のボードが作りたいということになると思います。でボードの追加や編集に関してはエディットに入ります。で、ここでボードスイッチを上に1回ポチッとやってもらうと、クリエイト新規で作る、デュプリケートコピーするっていうのがありますので、ここで1回設定してもらうと空いたところに追加されます。
でまた、このエディット画面に入ってボードのスイッチ、さっきは上に上げたんですけど下に下げてもらうとデリート、あとはクリアとかっていうのも出てきますので、デリートに関してはもうそのボード自体を消してしまうものになります。でクリアに関しては、そのボードの内容を一回リセットするような感じでしょうかね。全部今エンプティになりましたね、はい、そんな感じでやって、ボードの設定の仕方はここになります。あとはですね、インサートバイパス、このインサートエフェクトループというものにしておいてもらうと、5個あるエフェクターの一つをエフェクトループのオンオフっていうのを設定できるようにできます。でもちろんその分1個エフェクターが使えなくなってしまうんですけれども、この本体側でそのオンオフをセッティング、オンオフをできるようになるっていうのはメリットあるかなと思います。例えばノイズ通すだけですごいノイズが増えてしまうようなエフェクトをつないだりとか、ワウ本体のスイッチではなくてこっち側で、オンオフしたりとかっていうのもできるようになると思います。でセッティングに入ってもらって、グローバルとボードっていうのがあるんですが、ボードに入ってもらうと、そのボードごとでつないでいるエクスプレッションペダルを、エクスプレッションとして使うか、ボリュームペダルとして使うか、でボリュームペダルとして使うんであれば、それもどこに差し込みますよっていうのがいけますので、エフェクトループの場所に、入れてエフェクト量を調整したりとかっていうのもできますね。さあここで実験ですね。スイッチ3、こちら TC エレクトロニックのフットスイッチペダルですけれども、エクスプレッションペダルが使えるっていうのは事前の情報であったんですけれども、このスイッチ3をつないだ時にどうなるかっていうものをちょっと見てみたいと思います。はい、エクスプレッションのところに刺しました。これはどうやら何も起こらなそうですね。プリセット切り替えでもできれば使い勝手があるかなと思ってたんですけどもね、長押しにしても、ダメですね。はい、皆さんスイッチ3は使えませんでした。残念。はい、それではトーンプリントアップを見ていきましょう。はい、トーンプリント立ち上げました、これボードというものを選んでですね、選ぶんですけれども、はい、つなぎましょう。でこの状態でアプリを待ち受けにしたら、セッティンググローバルで Bluetooth コネクト選びましょう。コネクティング出ましたね。こちら画面上でプレソラ出てきましたので、ここにセッティングしてみましょう。もうつながりましたね。はい、非常に簡単でした。見えますでしょうか。エディットボーズフロームアップとなってます。でこれもともと入っていたものがこうやって出てきますね。でトーンプリントアップを使うときに関しては、本体のスイッチをこちらエディットモードにしておいてくださいというメッセージが出ますね。はい、これを切り替えておきます。はい、今回はまず空のエフェクトボードを作ってみて、そこから、トーンプリントアップを使って作業を行っていきたいと思います。19番っていうのが、空になりましたので、今プレイ戻ってもらうと今何も入っていないですね。はい、どこにも何も入っていない状態です。でこれをエディットモードにすると、いろいろ入れられるんですけれども、
ここでまずプレソラを選びます。最初どうしましょうか、ね、例えばコンプレッサーでも入れましょうか。でこの中から好きなのを選びますよと。で選んだら今1番の、スイッチが選ばれてますので、ここでストアインボードっていうのを選びます。はい、保存されました。で2個目のスロットに関しては、何を入れましょう。例えばトレモロなんか入れてみましょうか。はい、でこれも好きなものを選んだら、ボードに送ります。はい、で今保存されました。ちょっと試しに戻ってみましょうかね。はい、コンプレッサートレモロ入ってますね。で同じように3つ4つ5つ入れていきましょうか。はい、3番目には、そうですね、ではピッチシフターを入れます。はい、4つ目にはディレイを入れます。5つ目にはリバーブをという感じになりますね。はい、入りました。でこの状態でボード入ってもらうと、19番目、これがユーザーボードっていう風になっていますね。例えばボードの順番を変えたりっていうのはできますね。このアプリを左側にスライドさせるとリネームできますね。名前が変更できます。右側にやっても何もないですね。はい、でここの本体の方にもリネームドボードプレスが入ってます。ここちゃんと19番目にも名前入るようになりましたね。はい、で今これが125に入っているわけなんですけれども、じっとしてもらって、つながりました。ここで再度つなげると反映されてましたね。